はい、スズキのスポーツアドベンチャーツアラー V ストローム250でございます。はい、かっこいいですね。はい、このね、何といってもやっぱくちばしデザインですよね。はい、こうね、こう前でヘッドライトがそこにポコンとねついているっていうね、250は唯一丸目を採用しております。はい、650とかね、1000っていうのがまあちょっとこう、まあ、途中いろいろ変わりましたけど、なんといってもね、最初はくちばしデザインじゃなかったっていうのはあるんですけどね、途中でくちばしが突き出して、そして、まあ、650、1000の、何になるんですかね、650の3型になるんでしょうかね、3型、1000だと途中がないから、まあ、2型になるんですかね、それがまあほぼね完成形みたいなね、デザインになって、そして今に至っているという感じがいたします。はい、でもね、思うとですね、これやっぱりね、刀に通じるのかなってね、ここのね、まあ、刀もちょっとこうヘッドライトのところが、まあ、あれフェンダーじゃないですけど、ヘッドライトのところがちょっと降ってたんですね、ヘッドライトが上に乗ってるみたいなね。はい、なんでね、やっぱり、ね、由緒正しき鈴木デザインということで、よろしいでしょうか。はい、そしてね、これ250ね、250で、まあ、エンジンがですね、先代のね GSR250 っていうねモデルがございました。で、2に言わせると非常にねいいバイクっていうね。はい、エンジンが、まあ、他のメーカーというのは、ね、どんどんヒュンヒュンヒュン回るようなね、高回転高出力型のエンジンを採用してるんですけども、スズキだけはね、はい、どちらかというと低回転重視、ね、低中速トルクを太らせたエンジンというのを採用したと。ただやっぱりね、オートバイにとって重要な部分っていうのは格好ですかね、形がかっこいいっていうね、やっぱりそれはやっぱり重要な部分じゃないんですかね。売れる売れないっていうね、乗ってる時は分かんないんですけど、乗ってる時はどんな形だからね、外からね見てるわけじゃないんで、ただやっぱり形が変わることによって、同じようなねエンジン、同じようなフレーム構成だったとしても、やっぱりね人気が出るっていうね、まあいい見本だと思います。はい、でさらにやっぱり鈴木さんということでね、やっぱりそういう部分である程度のハンデを負っているような気もするんですけど、はい、まあ、形がね、あのちょっと変わった形の方がね、鈴木らしいっていう見方もあるんですけど、ただやっぱりこういうね、あのかっこいいデザインっていうかね、アドベンチャーモデルっていうのはいいじゃないですかね。はい、で、これはですね、前後17インチですからね、いわゆるね、ロードモデルなんですよ。はい、でフロントはちょっと、11080ですか、気持ちね、ちょっと高めの、厚みのあるタイヤをついてるんで、一回り太いね、大きくなりますけど、まあ、基本的にはですね、250の、まあ、従来のね、スポーツバイクと、まあ、同じようなね、構成になっていると。ただ、ポジションがね、ちょっとこう、やっぱアップになってね。はい。そして、デザインが何といっても、流行りのアドベンチャースタイルですよ。これです。はい。これが非常に重要だと思います。そうすると、やっぱりこのバイクに、このエンジンっていうのが、実はマッチしているのかなと。まあ、そんなことを、思います。はい。ただ、吹き上がりはね、やっぱりアクセルの付きは、まあ、いいっていうあれじゃないですよね、やっぱりね、こうヒューヒューね、こうパンって上げたらパンパンパンって上がるようなエンジンではないんですが、まあ、それが逆にツーリングバイクとしては適していると、まあ、いうことなのかもしれない。そして何といってもですね、現在日本で買える250のアドベンチャーバイクはこれしかありません。アドベンチャースタイルのバイクは、はい、他のはみんなストリートファイターみたいなやつとか、あとはもうスポーツバイク、はい、川崎の唯一ねありましたベルシス、あれもなくなってしまいました。はい、ベルシスがなくなってしまったので、もうこれだけなんですよね。はい、鈴木だけがまずこの V ストローム250、そして SX ね、250SX という2台の、まあ、アドベンチャーモデルを出していると。もう少しちょっと軽くてね、そしてオフの方を走りたいなという場合は SX ね、いやいやもう普通にねツーリングを楽しむっていうのがこの250と無印ということなのかもしれないですね。はい、で重さも結構あります。191キロだそうです。はい、装備重量ね、装備重量191キロ、さらにパーニアケースなんだろうつければもっと重くなっちゃいますけど、やっぱりこのどちらかというとね、軽快にヒュンヒュンこうね走るよりもこうね淡々と走るみたいなね、そういうふうに、の方に適しているのかなと、まあ、そんなこともね思ったりしますが、どうなんでしょうか。はい、で250はですね、シート高は800ミリぐらいあるんですか、これね、800ミリぐらい。ただここ細いんですよ、ここが。で肉厚結構あるんで、まあ、乗り心地はいいと思うんですけど、で、まあ、またがってね、でただ私が、まあ、身長私175センチぐらいですけど、両足かかとベタでつきますから、ちょっと開いても大丈夫だしね、つくし、ただちょっとねこのステップが、足を真横に出そうとするとステップがちょうど、ふくらはぎのところに当たるんですけど、まあ、気持ち前に出せばね、はい、全然問題ないとね、足の曲がりもそんなにきつくないので、
なかなかこれはいいんじゃないかと。でね、ちょっと他の例えば V ストロー、例えば1000とかね、650とかありますけど、それと比べてちょっと違うなと思うのは、やっぱりこれハンドルですかね。ハンドルがちょっと絞ってたんですよ、こっちにね。はい、だから普通のネイキッドモデルみたいな、はい、そんな感じがします。アドベンチャーモデルとね、もう少しこうちょっと開き気味でね、はい、ハンドルのこうやっぱり積極的な操作っていうのがね、そういうことを目的にしてるのかな、どうなんですかね。でこれちょっとまあスタンディングして乗る人ってあんまりいないかもしれないですけど、まあでもね、開いてたらこうか、まあうん、もう少しでもハンドル高くてもいいような気がするけど、まあそれはそういう乗り方基本的にしないのかなとね、思いますね。はい、そんなね250、はい、これはねもう貴重なバイクですね。はい、全長はですね2150ミリだそうです。ここまでかな、ね、2150ミリぐらいなので2150、うん、だからそんなにねすんごい大きいっていうバイクじゃない、まあ、スクーターのねビッグスクーターとかに比べれば、はい、長さはやっぱりねそれなりなのかなと、思いますね。はい、でね、いいところまあいろいろあるんですけど、まずねこのキャリアね、キャリアがいい、キャリアがいい、うん、この、まあ、せっかくなんで、大丈夫かな何が大丈夫なんですかね。はい、まずキャリアね、これがねいいですよ。このね、これアルミ製なのかな、これ1000とかは確か樹脂じゃないですかね。1000とかの1050、そうですね、1050はもう樹脂ですね。あと650とかね、はい、で形状がこうちょっとグラブバーが膨らんで、ここよりも上にちょっとこう膨らんでるんですよ、他のモデルはね、排気量大きいので、ベースに専用のベースをつけて、その上にさらに箱のベースつけて箱つけるみたいなような感じになっちゃうんですよね。でも250はですねアルミのね、こんな、はい、はい、で、まあ、重くなるけどね、重くなるけど、でここに普通に穴が4つあって、そしてここは平らなんで、ここに各社の箱用のベースをつけられるね。これはいいんじゃないですか。はい、唯一あれは鈴木純正の箱だとここにまたベースつけるんだけど、それが高いんで、やっぱりまあ社外 の, ベあの箱つけるのがいいのかなとかね、うん、まあ、そんなこと思いますけど、今流行りのね、あの中華製の、金属製っぽいボックス、はい、黒いやつね、はい、あれとかつけるのとなかなかこうかっこいいんじゃないですかね。はい、でね、あとこれね、これ純正のパーニアケースつけるためのあるんですよね、もうね、ステーがね。でここにアタッチメントつけて、それでパコってねつけるみたいですけど、まあ BMW とかにね似てるような、はい、作りのものですけど、これもデザインのね一部になってるんでね、なんかこうちょっとねアウトドアを意識させるような、もしくは何ですかね、はい、タフなギアみたいなね、はい、これちょっとかっこいいですよね、こういうのがねあるだけでね、はい、もちろんここにねフック網ねかけて、こうここにかけるっていうのもいいでしょうしね、はい、これなかなかこうデザインの一部になって、はい、いいんじゃないですかね、うん、はい、あとこういうねナックルガードとかね、こういうのが標準でついてたりして、でナックルガードがあるんで、ここが多分一番端になっちゃうのかな、880ミリぐらいありますね。はい、これハンドル開いてたらもっといっちゃうかもしれないです、900ぐらいいくと思うんですけどね、まあ880でね、ここでね、はい、でね、これただの樹脂の、ね、こうカバーなんで、そんなに、ね、大したもんじゃないんですけど、これね安い、これがいい、もうこう例えばこう傷つけたりね、なんだってね、もう変えよう、簡単にできますから、これ車外なんか高いやつついてると簡単にそうはいかないですからね、その点この安くて、はい、鈴木の良心と思いますけどね、はい、いいんじゃないでしょうか。はい、スクリーンはねそんなに大きいやつじゃないですけど、でもこのカクカクしててなかなか面白い、はい、でこれもちろんね、車外でいろんなものありまして、はい、大きいのとか、あとここにねこう上下させるようなねアタッチメントだとかあるんでね、まあいくらでも、はい、選べる、それもいいんじゃないでしょうかね。はい、そしてこちらねヘッドライト、はい、これなんか松本零士のなんか出てくるようなデザインなんですけど、ここにこう線がねこう入ってるんですけどね、はい、これね、はい、いいよね、丸めにしてきてね、これがまたかっこいいんだよね、面白いよね、いいデザインで、これね、電球です。はい、Vストローム250はテールライトだけが LED で、他は全部電球をね採用してるんですが、これ LED に変えるとすげえ明るくなります。はい、まあ電球でも十分明るいと思うんですけど、まあ、色味がねちょっとこう、うん、気持ちオレンジ色っぽいんで、あれですけど、まあでも LED にして車外のねつけたらですね、前に1050XT があったんですが、あれ純正の LED なんですけど、それよりも明るいですね、こっちを LED にした方がね、はい、それぐらいだから、ここの全体的なこの後ろのねリフレクターだとか形状だとか、そういうのが多分車外の LED にマッチしてんだろうなと、まあ、思うんですけどね。はい、まあ、足回りとかブレーキはね、まあ、一般的な、はい、
ね、ストロークだから、まあ、ロードバイクなんでそんなに、ね、長いストロークのサスペンションではないと思います、はい。キャリパーでも日清ね、はい。で17インチのキャストホイールですからね、まあ、あくまでやっぱりねロードバイクということになります、はい。まあ、チューブレスなんでそういう意味でね、いいんじゃないかと思いますけどね、はい。バリバリのオフ走るっていうには、まあ、もちろんね適してはいないと思いますが、はい。でさりげなくね、まあ、アンダーガードではないのかな、これはね下全部覆ってるわけじゃないんでね、はい。ただこれ、ね、これも金属製重い、金属結構使ってるんですよ。で重いんで、だからね、これね、このバイクね。はい、そういう重さに、はい、影響してるんだろうなと思うんですけどね。はい、このエンジンね。はい、まあ、一応水冷、2バルブなんですね。はい、並列2気筒エンジン。それで、まあ、これ製造が中国のね、スズキになりますけどね。はい、まあ、このエンジン、新世代のね、スズキの2気筒エンジン、250のエンジンということでね、まあ、GSR でデビューしたモデルですか。で今は GSX の 250R っていう、ね、スーパーバイクみたいなデザインのやつと、そしてこの、V ストロームになるんですよね。はい。で、まあ、価格的にはですね、V ストロームは、税込みで約67万ぐらいするんでしょうかね。はい。まあ、もちろん、新車だったらね、鈴木さんの場合は値引きがバンバンする。いや、わかんないですけど、はい。そういうお店もあるかもしれないので、まあ、価格、実質価格はね、もっと安くなるかもしれませんが、はい。で、これリンク式で、はい。ちゃんとね、調整ついてますね、どっちも、ね。だから、これ、角度変えられますね。はい。コードは、ね、外して、こう、グリス塗ったりするとね、いいんじゃないかと思いますけどね。はい。ね、はい、この辺もねアルミのこういいじゃないですかね。でこれ外せますね、はい。タンデムステップは外して使うこともできます。これ多分車外のね、メットホルダーですよね。で嬉しいのは、ね、センタースタンド標準装備ね、SX とかついてないんですよね。あとジクサーもねセンタースタンドが設定されて150は標準でついてたかな、はい。ね、150の方がなんかつけられるとかつけられないとか、ただ SX はちょっとね車高高くなってるんでそれだとちょっとどうのこうのとかね、まああるみたいですけど、はい。設定してないんですよね鈴木さんね、なんでですかね。せっかくだからねセンタースタンドを設定してくれた方がいいような気がしますけどね、はい。なかなかね、はい。でブーストローム、これ車高、これは、サスペンションは直付けですか、リンク式ですか、直付けか、ね、落としたりとかするものもあったりするみたいですけど、そうですね、まあね、そんなにシートが高いバイクではないとは思いますが、それでもやっぱりね、小柄な方にはね、なかなか手強いっていうね、感じもするかもしれませんが、はい。で ABS、現行モデルは ABS って言うので、これも ABS 付きのタイプになるのかな、はい。これ2022年モデルなので、まあ、1個前の、ね、カラーリングになるんですけど、はい、これはもう ABS 付いてますね、さすがにね、はい。あ、シート、あ、はず、すみません、シート外してあるんで、ちょっとね、あ、開けて外しましょう、はいね。うん、で、バッテリー庫にあってね、そして、ツールがあって、これが多分、これ CDI じゃないですかね、違うかな、はい。ちょっと。この辺もね、見ていきたいと思いますが、でサスペンションですけども、スプリングの硬さですね、初期の硬さを変えることができるようになっております。ここでやんだね、ここでね、でここに引っ掛けて、フック引っ掛けて回すと割とやりやすいんじゃないですか。そんなことないですかね。こういうのって、ね、大抵この辺からねピンスパン入れてこうやってやるんですけど、非常にやりづらいんですよ、はい。非常にやりづらいんですよ。だからまあこれだったらまあそこそこね、やはり、まあ、ここになんかちょっとタオルかなんか置いて傷つけちゃうから、ここに引っ掛けて、それでグググ回すという感じですかね。はい。昔だったらこれつけたかもしれないけどね、鈴木さんね。この手で回すやつね。よくつけてましたよね、昔の鈴木のバイクはね。こういうところについてたんですけど。はい。まあこれは、まあね、工具使って回すという感じですね。はい。そしてね、オーバッテリー。ツール系ね、ツールボックスね、はい。でちょっと作業した内容だけもう忘れちゃうから書いてありますね、はい。そしてもうなんかこうシューズいっぱいあるね、これのところに、はい、ね、うん。ETC はどこに入れるのかな、もしつけるとしたらね、どこですかね、ね、ETC やっぱりね欲しいですよね、ツーリングバイクということでね、はい。ガソリンタンクってこれどれぐらいなんですか、17リットルぐらい入るんでしたっけね、はい。まあそういう容量的にもね余裕があったりとか、まあもちろん入れれば重くなっちゃうんで、そういう部分でね辛くなるっていう部分はあるんですけどね、はい。そうハンドルがねかなりね絞りがあるんですよ、手前にね、はい。だからまあもちろんポジション的にはね楽になりますけどね、こう全体的にこう手前にグッと引っ張っていくっていうんじゃないんですよね、絞ってね。でもかなり高く上げてある、ね、上げてあるね、はい。まあ、この辺りの部分はハンドル周りとかねスイッチとかはまあ一般的なねキルスイッチだとかセルがついてたりとかね、そこにヘッドライトの配慮だとかパッシングだとかウインカーホーンね、これ一般的なねタイプ。そしてハザードがね、まあ、ハザード嬉しいですよね、
ハザード必要っていうような欲しいっていう方はね結構いらっしゃると思うんで、はい、後付けねする必要ないんでいいですね、はい、で、最近のバイクにはまあねついているっていうねこれは電源ソケット 12V ですね 12V の、シガータイプの電源ソケットがついて、おります USB ではないんですね、はい、でもね今となるとこっちの方がいいかもしれない、はい、今となるとこっちの方がいい。でなぜかというとですね USB だと最新の QC3.0 とかに対応している USB のポートだったら、まあ、いいなと思うんですが、ただのタイプ A で、はい、そうなっちゃうと急速充電とかには対応してないのでやっぱりちょっと物足りないな。それだったらこの 12V の電源だったらねここに、PD 用のやつつけたりとかそういう急速充電対応している、ものを挿せばねそこで対応されるんできるんで、で 12V のもの逆になんか使うこともできるし、だから今となってこっちの方がいいんじゃないかななんてね、思ったりしますけどね、はい、ただアイドリングの時は 12W ってことで、ね、1アンペアになっちゃいますけどね、走ってて3アンペアだ、 12V の3アンペアだから、5V にしたらかなり余裕ありますよね、はい、まあそんな感じで、見てみましたがいかがでしょうか、ね、唯一、はい、買える250ですよ。しかもねアドベンチャー400入れてもまあ 400X、今何でしたっけ NV400 でしたなんかありますよね。ホンダありますけど、ただドリームでしか買えないので、まあ、一般的な感じではないと、いうことを考えると、あと価格もね、はい、かなり張るようになっちゃいますんでね、で、まあ、車検のない250っていうことを考えると非常に魅力的、はい、そして、まあ、SX もあるんでね、どっちにしようかなんてね悩む、こともあるかもしれませんが、はい、まあ、スズキだけなんですよね、こういうアドベンチャースタイルを出してるのね、はい、まあ、せっかくですからちょっとメーター見てみましょう、ね、スイッチオンでオープニングあってゴーなんてね出まして、はい、で、ちょっとエンジンかけますね。ちょっとうるさいかな、ちょっと迫力のある音がします。すみません。これはですね、吉村のサイレンサーと、忠雄さんの、吉村呼び捨てで忠雄は呼び捨てさんなのかって、忠雄と吉村のね、エキゾーストコンビがついてますんで、はい、忠雄の SP ね、忠雄のパワーボックス、そして吉村の、はい、サイレンサーっていうね、はい、ものでございます。はい、でタコメーターが上にこうビューンと伸びるタイプね。これまあ全体的にはジクサーとかみんな似たようなタイプのデザインを採用しておりますね。ね、ここで上がるね。そしてスピードメーターがあって、で時計があって、でここに、ギアポジション、これは多分あれ光るんでしたっけ、なんかあここでした、それはこれかね、ある回転数になると光らせるようにすることができるね、はい、あとこの距離計がありますよね、はい、ボタンを押すと何が変わるの、これは変わらない、こっちか、こっちを押すと、トリップ A、 トリップ A の平均燃費かな、そしてトリップ B、トリップ B の平均燃費でこれですかね、距離計、はい、5000円ね、これが出ると、まあ、いうことのようですね、はい、でね、こう優しいんですよ、駆け上がり方がね、そういわゆるね、もうちょっと開けただけでレスポンスがもうパンパンパンっていう感じじゃないんですよね、こうブーンブーンっていうね、はい、そのあたりもね、はい、キャラクター的にね、はい、いいんじゃないかと思いますけどね、はい、長く付き合うバイク、ね、付き合えるバイクっていうようなねイメージがありますが、いかがでしょうか、はい、さらにねいろんな、ね、箱つけたり選んだりとかね、はい、そういう、便利グッズつけることもできますし ね、はい、ね、これいいよね、しっかりしててねそのままつけられますからね、一応ね積載量 8.5 キロになってます、リアキャリアね3キロとかあるからね何これ何乗せんのってね、箱つけたら終わっちゃうじゃんってねいうのもありますから、まあ、それ考えるとこれはね、うん、ちゃんとしたキャリアっていう感じでしょうね、ちゃんとグラブバーもあるしね、はいはい、ということでね、V ストローム250、全国のスズキの正規販売店で、はい、好評販売中ということになるかと思います、はい、そうですね、もう唯一のアドベンチャーと言っていいようなね250クラスで日本のメーカーとしてはね、はい、今だと海外のメーカーがライバルですか、 KTM の250アドベンチャーとかねそんなのもありますけどね、はい、まあ、でもどっちかというとそれだと SX があるんでね、さらにね、うん、お好みに応じて、まあ、購入いただけると、ね、思いますけどね、はい、このエンジンで私思うのはね、まあ、このアドベンチャーってかっこいい、あとまあ GSX もまああれいいんですけど、刀デザインでいいんじゃないですかね、エンジンの雰囲気もね、はい、あれだし、でね、ちょっとだから GSX250R をベースにしてこれをね刀デザインにするっていうね、GSX
じゃないのかな、 GSR250S カタナみたいなね、のがあってもいいんじゃないかななんてね思ったりしますが、どうでしょうか。はい、まあね、ないなないね、鈴木さんはね昔のデザインやんないんだよね。これがちょっとね不思議なんですけどね、そういうのあった方がもうね売れること考えないと ね売ること考えないとね、はい、エンジンの感じからしてもいいけどな、どうなんだろうな、やっぱ4気筒じゃないとああだこだって言われちゃうかな。まあね、まあ、そんなことあります。はい、ということで V ストロームね、せっかくありますのでね、ちょっとね見てみました、いかがでしたでしょうか。